こっからどれだけ登るんだったかな。なるほど。外国だ。なるほど。ほんとロボさんの放送はいい放送だよあ、な。いい放送。ぜひ、今のタイミングで言われると。見習おう。イカラ君、なるほど、なるほほど。い。今ここ出てないことがあだになったかな。で、ちょっと私はですね、こっちにはこの、お寺見に来ただけであって、実はルートはこっちじゃないんですよ。こっちのルートじゃないんですよ。もう一本西の方の道ですね。どのぐらいだろ大黒摩う。季、1、2キロぐらい登ってきてしまったのかな。したら大黒さん。そうか、だから電波がなかったんだな、こっちは。というわけで戻ります。登ってないのも当たり前だったかもしれない。どんだけ今来たんだろう。回る場所間違えたみたいです。足川駅のあたりが入り口じゃなくて、もうちょっと西側ですね。皆さんにはその地図が見えないんでわからないと思いますが、Z さんが、これラグも結構あるのかな。後ろの、お寺があってよかった。それにしても派手に間違えたな。ちょっとやっちまったか。軽くやってしまいました。虫の心配しないと餓死しますよ。虫の心配、おにぎりを買ってきました。標高どこまで登るんだったっけ。897までだから、まだまだだな。思いっきりいるところ外れた。これも帰り完全に身延千輪行か。ラグ激しいみたいですね。まあこっちが電波ないだけであって、もう一本本来の行こうとしてたルートはもうちょっとあるといいな。そう、三つ勝寺、高勝寺でした。予定ルートの東側の別の道の上にあります。いや、やっぱ高勝寺は来るだけの価値あったな。電波悪い。Z3 号はそうですね、ホイール。まあ、練習用のホイールっていうのもあるらしいんで。なんか、鉄桁ホイールが。鍛える用のホイールが。石垣と、まださっきのところなのかな。どんだけ無駄に走ったかな。これ下には降りられないか。ん？ iPhone？ ホイールで、いや全然わかんないです。私には軽くなったとかそういうのは全くないですね。お、自転車だ。台座は通販で。こんにちは。スペシャ。あれ、どこに戻ってんだ、これ。道間違ってました。派手に間違えました。1キロぐらいだったかな。まあそんなにアップダウンが激しくはなかったんでよかったのかな。高いの、いや人によっちゃ分かるんでしょうね。乗り方だと思いますよ。
美容に遠くないか、耳に痛い。どうしようかな、こっちからショートカットみたいな形にしていくか。しびれ湖に行くにはかなり紛らわしい道を登っていかなければいけ、いかや紛らわしい、間違えました。20km から伸びるだとかなんとか。このアプリは何ですか？このアプリっていうのはどのアプリですかね。今 iPhone で見てるやつだったら、これあのウェブ、あの普通のサファリっていうウェブブラウザでルートラボのページを見てるだけです。ん、こっちが通っていって本当大丈夫か。なんかアップダウンが見えるけどな。明るくても見やすいの？明るくても、いやそんな見やすくないです。あー、これ足側の駅の前通って行った方がいいかな。市川大門通ってた方がいいか。こっち通っていくと、いや無駄に登るわけではないのか。じゃあこっちでいいや。チャリでございます。ほら、クロスライドはすごくテンションが高いから乗り味が固めらしい。固め、あ、そうなんですか。サスペンションついてるからよくわかってないな。でも後輪はそうか、効くはずなのか。あ、そう、ルートラボです。ん？何何？ルックルック、ルックルック、こんにちはのルックルックですか。これはあの昨日いた芦川村の中を流れてる芦川の下流のとこですね。同じ芦川であれば。iPhone の横に何何何？見覚えが？ん？な、この辺りの景色はどこに似てるかな。あんまり思いつかない。今も映像とかあまり行ってない感じですかね。これはまたどっかで昼寝パターンかな。また頭の芯が重くなってきた。でもしびれ湖には行きたい。Google ビュー、ああストリートビューか。え、この辺 Google ストリートビューの、あの写真ありますかね。あ、お、あ、ルリタテ派だ。ルリタテ派、黒地に青のラインが綺麗なルリタテ派。あ、見逃せん。手伝いでも1分に1枚、ひどいですね。もうすぐダメか。まあ、とりあえず移動し続けます。さっき言ったように、やっぱり電波きついでしょ。電波、うん。源氏山？読めない。方面しか見えん。ん？方面？あ、乗り面か。今は軽自動車が映ってます。軽自動車、どこのことだか全然わからない。もう離れすぎてて。こんにちは。声で。今は
ちょっと丘の方を越える裏道的なところを行ってますけど、まあ道幅結構広いかな。黒の毛で、今なんか登りが立ってる、ここは何だろう、鯉のぼりとか。はあ、はあ、聞こえた。あ、これ普通の民家なのか。うん、神空式、ん？でしたっけ？鳥の不特状態って息遣いがかな。こいた。サチアンの村か。サチアンですっかり有名になってしまった。不本意だと思いますけどね。テンポ良くなりましたか？ミラーツーが動き出した。あ、ミラーツーが近い近い。私は母は聞かせたくはないんですが、行きたいとこ行こうとするとそうなってしまう。受けた。電波戻りましたか。よかった。丘を越え行こうよ。ジェフへ来つつ動き出した。あれ小学校か。これ周りどっち見ても山なんですよね、この小盆地だと。トカゲ、小学生いっぱいいますね、向こうに。つぐみ、お、つぐみ、つぐみ多いな。何県？ここは山梨県です。山梨県、多分まだ中央市。ん？押してある。これは中学生かな。あ、じゃあこれ 小学校中学校合同の校舎だったりするのかな、敷地というか。里山、うー、里山というか本格的な山ですけどね、近くのは。まあでもこの辺りの景色はそんな感じですね。また北ロボさんが、お、あ、人々いらっしゃいませ。平塩源氏の館。どれが、あ、上のあれか。うーん、サイズリーですよね。この空気感まで伝わればいいんですけどね。しかし今日空気がぬるい。あったかいとも言えるけど。ん？車に？あ、これ広域の、広域濃度なのか。今日は暑いでしょ。今日は上りまだ本格的に入ってないからいいんですけど、上り始めたらかなり汗かきそうです。GoPro どうかな。温度とかわかんないんですよね。昔私はあの温度湿度ロガーを買ってログしたことあるんですけど、一瞬で壊れてしまいました。なんか修理出すのもめんどくさくてそのまましてますけど。中年の学生さんですか。あれ、さっきももらわなかったっけ。一応ありがとうございます。あれ、学生さんですかの人って一人じゃないのかな。通称学生さんですか。あとなんだっけな、マリオさんとかの放送で前、なんだっけ、そう、温度ストローがありました。結構高いんですけど、高度損失。ああ、これ GoPro の広角とかだと結構いい感じで映ってるんじゃないかな。ん？あ、何百ヶ月ってやつですね。この辺りいいですね。下ってるのもったいないけど。あ、この県どうかな。これが写真撮りました。こっそりと。多分これ左に行ったらしびれ湖なんじゃなかったかな。ブレーキ、ああ、結構山からの下りそうしますけどね。息をするの最近そうできてないんですよ、なぜか。津波、まあここは心配ないでしょうね。ちょっとというか結構暑いです。北を左折、あ、石川方面来たって、この交差点のことか。これですね、石川、
市川公園北と書いてある交差点の英語表記がなぜか市川パーク。お昼ご飯は おにぎり買ってきましたコンビニで。本当はしびれ湖の湖畔まで行ってなんか店があったりしたらいいなと思ったんですけど。ん？何の喫煙者？もうすぐ12時か。どうしよう。12時過ぎたらどっかで昼飯食って一旦昼寝しようかな。昼寝して、昼寝の配信はさすがに前何度かやったことあるけど。名物を食べましょう。名物？あ、そうそう、私名物にこだわってない人間として有名ですが。あ、しびれ湖まで10キロ。キャンプ場はやっぱそうですかね。確か民宿も1軒あったと思うんですけど、そんだけかな。レイクしびれ湖、合ってるしびれ湖で。こっちは、おー、ディープリムだ、ディープリム。文字列は知ってる、ディープリム。昼のレストランは有ぐらいならお弁当が安全ですね。観光地とか特にそうですね。そう、しびれ湖。餅が、それはこだわります。流しそうめん名物ってどっかあったな、どこだっけ。中年に行こう、何が。バルブ、え、普通と違うんですか、あれは。単純にバルブが長いだけじゃないんですか。わらわら違うんですか。今日は帰宅してる、まあそうとも言えますね。この後、まあ、走り終わって夕方ぐらいに列車に乗って、しびれ湖の名物は電気うなぎ。でも本当なんでしびれっていうのは現地に行ったら書いてあるんじゃないですかね。ないかな。うわ、なんかうさんくさいな、このハートマークとか書かれると。ハッピードリンクショップ市川3号2号店。3号なのか2号なのか。漢字は当て字かな。自販機漢字、あ、しびれ湖どうだろう。うん、いや、自販機の塊のこと。この辺りではあのハッピードリンクショップっていう名前のチェーンになってるんですよ、なぜか。いや、ショップ、うん。あ、そうだ、私オランジーナってまだ飲んだことないんですよ。最近有名ですよね、オランジーナ。もう最近じゃなくなってますか。特別、すいません。あ、これって、え、これ振って飲むんですか。飲む前に逆さに、あ、粒々がいっぱい入ってるってことか。オランジーナ、ただどうだろう、これ持って行ってぬるくなってしまうと良くないですかね。うん、今飲んでしまってもいいけど。4つの、あ、もう調べちゃったんですか。あ、もう解決してしまった。炭酸ですね。何も、でもそれを見てみたい。うん、美味しい。せっかくだから今のうち飲んどっか。もうネタバレがもう来てしまった。とりあえず飲んでみるか。じゃあちょっとオランジーナレビューを。てかこれから登るにあたって腹タポタポにしてどうするんだというのもありますね。男は黙って天然水。天然水。ネタバレあったので帰ります。帰ります。嘘です。それ以外は残念。え、残念。そうですか。さあ、このなかなか出なくなることありますよ。道のりでマイク落ちた。ファンタオレンジの商品版。商品版。塗るときつい、塗るときつい、あ、ぬるいときついか。じゃあ飲んでみます。おらん言えな。ファーストインプレッション。こうして振るんじゃなくてひっくり返して、そのつぶつぶ分をこっちに投げ売りしてる。ツイッターで最近見たことあっただけなんですけどね。デカビタか。いただきます。ブツブツ入りなの。オランジュ候補。おや、私もツイッターで昨日知りました。おや、あ、ツイッターで。最近ツイッターが情報源なもんで。あれ、意外とあっさりしてる。しかもつぶつぶが全然か、あのつぶつぶっていうか繊維らしい。繊維が全然感じられないですよ。あれ、繊維って下に、あの、舌触らない繊維ってことですかね。うん、なんかごくりのイメージだったんですけど。虫が着色用
あれ予想外にあっさりしてる。で後味にあの強い甘さが残らない感じですね。いや振るんじゃなくて逆さにしただけです。フランスの味ですよ。ファイブミニみたいなものじゃない繊維、召し上がれですかね。ファイブミニみたいなみたいな意味での繊維ですかね。ドロドロのやつでしょ。そうドロドロのやつかなと。フランスとかおしゃれですね。なんかうわこれ美味しいっていうほど感動はしてないですけど、まあ普通に美味しい。薄まっとる。笑。そうですね、あの濃い甘さがないっていうところが割と当たりさっぱりでいいかなっていうのはあるかな。トイレ配信。日本人にはいまいち。ああ。30分延長しました。さっぱりしたファンタオレンジな感じ。さっぱりした、そうですね。確かに。なんかあそこむちゃくちゃでっかい蜂みたいなのが飛んでるの、あれもクマバチかな。一度飲んで二度と飲まないと誓いました。サイダーにオレンジジュース入れた感じ。ファンタと並んでたらこっちの方かな。ファンタよりも若干好きですね。まあ 0% のファンタとかと比べるのはもしかしたら失礼なのかもしれない。いや、それはファンタに対しても失礼だな。ああ結論、いまいちで OK。結論、なんか過剰に期待しすぎました。ロボさんはリボンオレンジじゃないと。リボン。クマバチって栗みたいなやつ。リボンストロン。ん？栗？クマバチっていうのはあの結構でかくて、黒くてふさふさで丸いやつです。丸い鉢です。クマバチ。胸のあたりあれ黄色、少し黄色かったかな。プラシー一択だろ。飲み物だけは外れると損した感じが大きいよね。プラシーって今旅館とかでしか見ないような。やはりスコール。うん。わ、うん、かりました。買わないことにしました。ありがとうございました。なんかお米屋さんで買うんだろ。プラシーってお米屋さんで売ってる。逆ステマというか、私もなんかステマって言葉使ってしまうな。流行り言葉なんで、なんか逆に敬遠するんですけどね。今までクマンバチって言ってた。あ、こんにちは。好みは人それぞれだろう。あ、クマンバチはスズメバチのことらしいですよ。クマバチとクマンバチが実は違ってて、クマバチが黒くて丸いやつ、クマンバチがあの黄色くて黒い縞がついててマジでヤバいやつらのことらしいですよ、私の知識では。あ、でも体なんかちょっと冷えたんですっきりした。少し楽になったな。そんなのかステマって未だにどういう意味か知らない。ステマはステルスマーケティングでやらせっていうのとはちょっと違うか。物を売るために。おう。うわ、いっぱいいる。1、2、3、4、5、6、7。あ、上にいるのはね、ウソッケか。すごい。で、柴犬。すいません。家のお子さんがあの犬たちに向かってうるさいって言ってた。かわいいですね。家の子とお子さんがうるさいって言ってた。で、いろんな種類の犬がいましたよ。レトリバーみたい、レトリバーじゃないか。耳が垂れてるやつとビーグルと、あと日本犬、柴犬かどうかわかんないですけど、日本犬と。大人気ですね。ロボさんのサーボは旧式だから結構電磁波が漏れる。サーバーってすごいな、相変わらずだな。あんなたくさん買っていてうるさいもないわな。あんなにたくさん、そうですよね。すごい歓迎。まあでもあれは毒が出てくるぞ。私に対して気を使っての話なんだろうな、きっと。家の人が雨鳥、犬の方がうるさいっていうことは、いやまあうるさいの犬ですけど、目をかけるなという意味が。ん？何がしたはず？あ、前世。私に向かって。犯罪予備軍の家庭。間接的に。吠えないといけない決まりなのに。決まりなのに、そうですよね。犬と親父に大人気。
少なくとも私の放送を見てる限りは犬に吠えられないと皆さんが不満に思うから。あ、なんか意外と、あ、少し楽になってる。いや、勾配がそんなないからか。女性には今のところモテてないですね、今のところは。ロボさんの体からは犬の好む物質が放出されてる。好む、つまり食われるのか。あれ、鎖がなかったら食われてるのか。水分補給もいいです。もうタポンタポンでございます。あ、きつくなる。本当はモテモテです。犬に吠えられる男はモテるはずなのに、前世で犬の餌を食べてた。多分、周り聞こえてますからね。さっきの道の駅とかでも若干気を使って。いや、行きますよ、行きますよ。女性には全くモテません。全くだけ弱ってるのよ。モテモテかな。男は45歳からだ。今ちょっとロボさんから犬の匂いがルートラボのこの自動的に現在地を表示するモードで狂ってる。まだ市川大門のとこにいる。どうなってんだこれ。ああ、現在地が取れてないのかこれは。ロボさんのマーキングはすごいよ。仕方が。なんじゃない。これは、あ、そう、ちょっともう一遍今ここやってみるか。今ここ送信。お昼になったね。あ、12時になりましたかね。じゃあどっか公園的なところがあったら昼飯食いますかね。送信中。あれ、あれ落ちた。あれ、外部バッテリーもう切れた。なんで早い。じゃあちょっと外部バッテリー取り替えるか。え、なんで、まだ午前中なのにちゃんと充電できてなかったのか。え、なんで。というわけで今ここはやっぱりダメです。アプリが落ちます。繋ごうとするとロボさんはこの世の人じゃないんだ。あれ、なんでバッテリーがもう死んでる。確か片方全部は充電できなかったっていうのは確かにあるんですけど、なんでだ。 GoPro の方にも給電してるとは言ってもそんなひどい状態じゃないはず。そんなにたくさん食ってない。昨日夕方まで、あの、ワイバッテリー1本でいけたのに。今ここはダメっぽいね。今ここ全面的にダメじゃないですかね。今ここ使ってる人が多すぎるのかもしれない。はあ、はあ、あ、本当はなくなってる。バッテリー切れてる。この鳴き声はやっぱりガビチョウじゃないですか。このうるささは。いや、充電したんですけどね。増えてるからじゃないですかね、もしかしたら。やった。でも確かこっちの方が全部充電できてないやつだったと。あ、あります。ので今交換します。あ、ダメですか。ドファイですね。よいしょ。これで、この鳥の声やかましいの。やっぱりガビチョウだと思うな。この声は聞こえてますかね。やかましいって言っても綺麗な声なんですよね。あ、そうだ、iPhone も、iPhone も充電こっちでやって、
こっち入れといて。テキーラ。テキーラ？で、スマートフォンホルダーを、ホルダーを外して、入れて、で、あれ、はあ、あ、まさかここまで GPS 取れてない？具合ですかね。うわ、ここまで GPS もしかしてオンにしてなかったのか、このガーミンの方。ここまでログ取れてないのか。うわ、本当取れてない。やべえ。あー、写真の位置、写真の動機が取れない、これじゃ。というか、GoPro 映像に重ねる地図の映像が作れない。ん？何が？やばい。GPS ログ取れてなかった。あ、さくらさんいらっしゃいませ。プラス8時間で夜8時ですね。取れてなかった。あれ、ユース出るときに電源入れなかったのか。あ、そういえば入れてないな。うわぁ。うわぁ。またショック。どうしよう。テンション下がってます。あー、めんどくさい。切腹するしか。切腹。今このログっていうのも確か今残らないんですよね。今そもそも遅れてないし。あー、写真からログは捏造できなくはないんだけど、途中のルートが作れないんですよね。わー、参ったな。と今考えても仕方がないや。フォルクス。リスタートしないしない。いつもこれログ忘れやると言われるけどしない。じゃあ戻ろうぜ。戻らない。絶対戻らない。あ、まあでも峠そのものじゃなくてよかったけど。ユースに戻る。ユースに戻る。本当にそんな感じですね。直せば OK。あー、ショック。テンションが落ちてしまった。ロボさん、ファイト。そういうこともありますね。今気がついてよかったとも言える。前向きに前向きに。ああ、今気がついてよかった、はあ、切り替えよう。大体でいいよ。荷物預けて身軽にしてやり直し。荷物、あ、でもこの先ですね、しびれ湖に登ってまた降りてくるまでの、あの、なんていうかな、登って降りる重複区間の一番下があるんですよ。そこに荷物を置いていくという手はなくはない。あ、衝突聞いてます。まあなしで、そうですね。引きのメートル。写真から無理やり逆に釣ることはできますけど、間を保管しなきゃいけないのがめんどくさい。声がそうですね。ああ、ミスルートしたところも残ってないなんて。両方忘れてそうな。1個起動したらもう片方も起動しますよね。の、結構、ああ、でも綺麗。勾配きつくなったけど綺麗だ。落ち分は。景色的には新緑でバッチリです。ただ体がきついだけで。分岐のとこまではまだ結構あるな。まだ分岐のとこまで来てない。まだまだ行ってないです、分岐まで。これで少し見えるかな。1年経てば忘れてますよ、きっと。1年経てば、よし、
留守に。何が GPS ログをここまで取っていませんでした。そう、記録人間じゃないと普通はショックじゃないですね。私はかなりショック。ここまで走った分がなかったことにされたかのような気分です。そうですね、チェックシートのバインダーに挟んで、出発する時の合言葉を作ろう。合言葉、ああ、そういう案も前ありましたね。確かに自動無料延長の話とか、分岐の手前に壁地保育所ってのがある。壁地、すごいな。ブプス、オミヨシ、犬ヨシ、ガリガリ、犬ヨシ、通過いつも注意してくれる人がいない。これはなんだっけ、八重桜ってやつかな。昨日は気にしてた人がいた気がします。そうでしたっけ。こんなにギア落としてるのに普通の辛さ。今はフロントインナーで、後ろも9枚中のもう7枚目ぐらいまで来てる。小さい方から数えて。全然取れてなかったのですか。全く 100% 取れてませんでした。電源入れてなかったんで。店長の方は忘れなくなりましたね。それでもたまに忘れるけど、特にマシン再起動したりするとやばい。言葉は点4と言われたら点々だ。点4、点々、なんだっけ、テラホークスでしたっけ。サンダーバード的なやつ。涼しい、風が来て涼しい。今の気分を言葉で表すと、なんだろう、なぜか頭の中でデシェーカーって言葉が出てきたんですけど、手ぶれ補正全然関係ない。頭に浮かんだ言葉はデシェイカー。綺麗。体つらい。今なんかおかしな状態になってますかね。あれ、嘘、AMG じゃないのか。止まってますかね、今もしかして。なんか別の理由で。あ、止まってないですかね。静止画放送でございます。あー、上り速度が低速と、僕の目を低速と60キロ BPS くらいと、
うわ、こっちからのコメントもいかない。上り速度66kmプスくらい。トムトです。止まってます、うん、濃いぐらい行きそうな待機ですけどね。ダメか。とりあえず公園的なところがあったら飯食って休憩。あ、これは新しい道だな。 GPS でも GPS の地図の方には載ってない道です。こっちはとか。山の方なんて電波がないんですね、これは。でも確かフォーマーエリアだとエリア内なんだけどな。まあ繋がってるから確かにエリア外ではない。でも十分な通信速度が得られない。規制の可能性もあるか。木沢橋、はあはあはあ、結構登ってる、はあはあはあ、おお、はあ、ちょっとなんか白く霞んできたな。まあ日が出てないのはありがたいけど、一応切れてはいないからエリア内といえばエリア内ですね。今ここは今ここサーバーがおかしいんじゃないかともっぱらの噂です。よいしょ。映ったのか今。ちょっと緩くなったか。いやそんなことないか。登る。この先トンネルかな。動いた。全然開けてないのに。一瞬だけ。まあともに配信できないですね。しびれ湖についてからするかな、次の放送は。途中は GoPro で撮っといて。うん、いろんな意味で山梨って災害警戒地域だか、いかやく。災害警戒地域。
聞こえてますかね、なんか。トムト。ずっとなんか。休憩場所もない。っぽいですね。声は来てるよ、わらわら。あ、声は。なんか前方トンネルが見えてきたように見えます。イゴイタ、え、そうですか。福岡でもイゴイタは分かりますよ。いつも電波で苦労してますね。電波でスクロールする場所走ってますからね。どうせ今車が通ったのかな。とりあえずトンネルなので一旦下るのかな。オビーナと書いて何て言うんだろう。オビーナでいいのかな。タイナ。トンネル。母だけですか。意味ないですね。なんかタイナトンネルとか。トンネル気をつけて。トンネルなんか涼しいというか。若干寒いぐらいまで冷えるんですよね、中だと。これはどんだけ長さあるんだろう。四里連湖の近くのトンネル、心霊スポットがあるよね。心霊スポット。あ、360メートルもある、結構ある。あ、9度あったんでしたっけ、ここ。まあ、いっか。今日の体調だと、高低差をちょっとでもプラスする方向には行きたくない。向かい風が、ね、あ、ライトつけなきゃ。結構曇ってきてますね。カンカン照りされるよりはまだマシですけどね。何の音？何の音だろう今あれ。分離帯踏んだ音ではないよな。踏んでない時にも鳴ってたし。あでも寒いってことじゃないな、ちょうどいいや。涼しい。犬？あ、さっきの声のことかな。っていうか入ってんのか今電波。車の今の音聞こえました？ふーって感じの、なんか茶化して叫んでる若者がいるのかと思ったらそうじゃなかった。タイヤが鳴いてる音なのかな。でもそんなスピード出してなかったし。来ました。タイヤにしてはすごい音しますね。びっくりしましたよ。お分かりいただけたでしょうか。抜けた。この辺も集落みたいなのがあるんですね。波打って、いや、見えなかったですよ。で、分離帯のデコボコを踏んでる時の音じゃなかったし。不思議だ。え、こっちに来てから動けになるのか。
なんかちょっとした集落というか町みたいなのがあります。町じゃないか、店がそんなにあるわけじゃないからな。ちょっと人が住んでるエリアがあります。うん、おなんか今リアル ORZ やってる人がいた。死体構造ってなんか音しましたよね。今の学士の人見えましたか。なんか車庫みたいなところにみんな集まってて、一人がなんかあの ORZ のポーズを取ってた。タイヤ鳴らすように、私は多分その場合こけると思うな。バランス感覚弱い人間なので。お、なんてんだっけ、反証なんとかなんとか、ダメだ名前が出てこない。電波復活、ここで電波復活ですか。不思議だな。何してんてんの。市川美里町、あ、帯名でいいんだ。ウェルカムという帯名で、ここ帯名の町なんですね。しかジャンキーとかあったっけ。今商店もないし、菓子雑貨文具火災商店っていうのあるけどやってない。あ、カエルの声。カエルの声聞くと田植えの時期って感じですね。夜のカエル、そうですね、うるさいぐらいですよね。あ、そうか、日の宮蔵か。なぜ日の宮蔵が出てこなかった。日の見ろ。なるほど、人が住んでるから電波あんのかな。まあ、登りが、あ、そうだ、公園みたいなところあったら昼飯食おうと思ってたのに、ないな。お仕事は何してるんだろう、この辺。この辺のお仕事、農業メインじゃないですかね、田んぼ。あ、遅いですか。あ、そっか、田植えの時期とは違うのかな、カエルの声のあれは。もっと後かな。クマ、ケロ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 、結構甲府に行ってるんじゃない。標高が高いですね。田植えか。今ここの標高はまだ450ぐらい。カエルがいるならもう迷いです。で、なんだっけ、しびれ湖は800メートル以上あるんで、残り標高差400ぐらい、400ちょい。田植えはまだまだ先だろう。先ですか。あ、クジャク町だ。違う、クジャク町じゃないか。いや、クジャク町だよな。あ、クジャク町ってあの町長はですね、模様がむちゃくちゃ綺麗なんですよ。今のはそんなに鮮やかに出てなかったけど、なんかあの町長の羽の目の模様のところが、なんと表現したらいいのか。なんかプレイステーションの初期のプレイステーションでポリゴンで半透明処理した炎みたいな綺麗な色してるんですよ。虫の名前は綺麗だなと思って写真撮って持って帰って調べてわかるって感じです。クジャク町は北海道で初めて気がついて、うわー綺麗と思ったんですよ。あ、中のゴールデンウィークの後。あ、そういえばゴールデンウィークに能登半島行った時もちょうど田植えしてたな。あの千枚田とかでも田植えしてました。クマさん、クマ出没注意。どうせ月の輪だ、怖くはない。月の輪、ヒグマほどじゃないってことですね。最近兼業農家が多いから田植えは連休が多い。鹿児島もこれから田植え。鹿児島、あ、そうですか。鹿児島も、鹿児島はそんなに早くないんだな。うわ、ちょっとした負荷にも耐えられない。めちゃくちゃギア軽くしないと漕ぎ続けてられない。どっか昼飯食えるテーブル的なものがあると一番いいんですけどね。ないかな。おにぎり、ああ、そういう、なんか親戚内でそういうのやってそうですよね。
今日は特に暑いんじゃないですかね。昨日今日は暑すぎ、7月中旬の暑さだっていいじゃないですか。おにぎりもらいに行くの。どうするに。田植えと稲刈りってどっちが大変なの？田植えと稲刈り、稲刈りはもう今機械仕事じゃないですかね。どっちが大変かっていうと、稲刈りの方が力はいりそうに思うけどな。ゴザ持ってきてますけどね、ブルーシート。ああ、はざかけあれですね、天日で干すやつですね。標高まだまだ500いってないです。トラックに米積むのが一番大変そう。山梨で暮らすのは高くて、あ、その住むのがですか。それはなんか仲間意識、仲間内に入れないってことかな。村八分にされてこの方、村エイトミニッツになってしまうってことかな。あ、これあれだ、漢字一文字で文字数の制限突破する嫌がらせだ。初めて来たの、うちには。ご苦労さんでございます。お、出てきた。今コメントが減ってるからあまり支障がないな。山梨、それはよく言われますね、山梨県は。まだ頭の中でゲッサルト崩壊してくる文字列が。本当にないな、休憩できる場所。あ、そうだ、GoPro の動画の、YouTube で GoPro の動画で、似てる人向けに説明してたらいいのかな。ニコ生の名物です、こういうのは。多分あのコメント欄で、何が起きてるかは、わかると思うけど。クルーズ、いや、クルーズオフにしてます。結構登ってる。まだ暑くないボーナスかな、今日は。この夏に比べれば。やっぱり連日峠は結構来るな。クルーズ、いや、クルーズはオフにしてますよ。あ、すみません、教育すら聞かないです。そうか、それのデメリットですね、この読みが長い漢字の連発に対して対策できないっていうのは。本当はあれ、あ、復活してますか今。なんだっけ、棒読み側の設定である程度以上文字列があったら、そのいいですか。あ、全然来てないのかと思った。単純に読み上げ、そのローマ字に変換した状態で長さ制限することもできるんですけど、そうすると意外といろんな文章が引っかかるんですよ。カンダラ面白いのに。カンダラ、あと最初だけ早く読むんですよね。あ、すみません、教育もオフなんです。ん、画質洗いさん、ん、なんかサラナメみたいな妖怪みたいな。ザリガニ釣りたい。あ、ザリガニ。
腹はそんなに減ってないんですよね。朝ごはんおかわりしてきたし、ご飯でも食ったのが7時半だから、もう腹減ってきてもいい頃だけどな。今日エネルギー消耗するんじゃなくて、単に何ていうのかな、エネルギー使ってないけど疲労はしてるっていう。同じ文字はそうですね、正規表現でそれは表現できないんじゃないかな。同じ文字の繰り返しっていう表現は、何、昼飯はまだです。あ、そうか、パン食ったな。そういえば蒸しパンちょっと3分の1ぐらい食っちゃいました。プッチンプリンパンを。全然進まないな。でも標高差的にはもう残り350ぐらいまでなってるから、そんなに残ってるわけじゃないな。このペースで昼寝まで全部していくと、しびれ湖に着くのは3時ぐらいになるのかな。ご飯2杯です。小さめのお茶碗だったんですけど、意外と腹いっぱいになった。あ、 GPS が今ここはサーバーが死んでるんじゃないかって話で出せてないです。 iPhone から位置情報を送ろうとするとアプリが落ちる状態です。なぜかサーバー死んでるにしたって変な現象ですけどね。お茶休憩。藤田峠越えていくのか。藤田峠ってどこですかね、この道上。で、この先の何キロぐらいだ、多分この先2キロぐらい進んだとこで左に分岐してる登る道があって、そこからしびれ湖に行ってまた折り返して戻ってくる感じです。暑さにやられてるのもあるでしょうね、これは。ああ、にしても昨日の疲れが残りすぎ。落ちるのはそうですかね。うん、今日一人です。明太子うまいですね。ただ前 CM で見たんですけど、明太子一房をご飯もなしでそのまま食ったりはしないですよ。あれ、ご飯にちょっとずつ乗せて食べるもんです。あ、そう、 Z さんのあれは本当に想定外のトラブルでしたね。でも11キロ自転車、あの自転車8キロか9キロぐらいらしいんですけど、あんな担ぎにくいもの、8キロ9キロの重さのものを担いで11キロ歩くって考えてみたらとんでもないです。パスタに、それもうまいですね。あ、茶漬け食ったことない。高いお湯だけど氷だけ買える。からし明太子って福岡人の主食でしょ。主食ってことはないです。それは偏見です。おかずとして、まあ、漬物の的な位置ですね、どちらかというと。うちではおか日本トカゲの幼体、尻尾が青いやつ。福岡人の主食は焼きうどんですよ。焼きうどん、それ初めて聞きましたよ。うちはほとんど食ってないよ。豚骨に、かなかな。さっき嵐明太子がいたけどな。嵐明太子。あ、待てよ、スケトウダラって、あ、レムさんいらっしゃいませかな。明太子のあの卵ってスケトウダラのやつでしたっけ。だから嵐明太子か。お。夢、適当言うな。うん、高菜私好きですね。害獣が入るため開けたら必ず閉めてください。明太子にご飯乗せて食べるんですね。明太子にご飯の比率が違う。そうそう、イノシシは掘り返しちゃうんで被害が大きいらしいですね。イノシシマークに惹かれるね。そう、イノシシマーク、これ前浅川村に行った時も峠に登るその道の真ん中に柵が置いてあって簡単にどけられるんですけど、これは通ったらまた元に戻してくださいって書いてあるんですよ。イノシシが山から降りてこないように。豚骨が
あ、でも豚骨に紅生姜は結構福岡に行った時もそうだった気がします。でもファーストフード行ってると世の中いろんな食べ方する人がいますね。なんか牛丼にあの唐辛子の瓶の3分の1くらいかけてしまう人とか、あと紅生姜山盛りする人とか、紅生姜丼、あの唐辛子に対する麻痺っていうのはすごいなと思いますね。だってあれ味っていうよりはあの痛点の辛さなんですよね。痛点に来る、それが麻痺してるっていうのはどういうことなんだろう。そう、ただだからイノシ、あ、この間私イノシシボタン鍋食ってきましたよ、親戚のおじさん家で。すすごい疎通閣のはずなのに、お酢もほとんど酢漬けみたいな感じで食べるわけか。私は王道門、王道門はあの横着門ってことです。青竹割ってヘコに書くぐらい王道門なんですよ。つまり竹がまだ青いやつを割ってきて、それで回しを締めてしまうんですよね。どんだけ股間頑丈なんだろう。でも最後にバッテンラーメンって続くのはよくわからん。なぜそこで最後にしかしラーメンなのか。ん、新竹の子は食ってないです。新竹の子か、何年か前にゴールデンウィークにあの鯖江っていう福井県の鯖江っていうところに行った時には鯖江つつじ祭りの会場で竹の子尽くしを送ってきました。竹の子の刺身も1994 1993まで使えたこと、あ、違う、1943ぐらいしかやったことないです。1942と1943ぐらいしか。焼きたけのこは最強だよ。あ、焼きたけのこもいいですね。ちょっと醤油垂らして。実家にはたけのこ生えてこないの。一生瓶の半分にはないですね。住宅地なんで。一生瓶1943はクリアしましたか。クリア多分してないです。結構あれ難しいですよね。進まねー。車の少ないとこですね。うん、車少ないですね。しびれ湖に登るところは、さらにそう、宙返りシステム。あれ、1943は、宙返りでしたっけ ?1942 じゃないんでしたっけ、それは。日本軍、それ言ったらあの、あ、ボムでしたよね、でしたよね、数。そっか、でしたっけ、43は。42が宙返りですよね。1942は音楽がなんか斬新だった。なんかパパパパン、パンパンパンってずっと手拍子みたいな音が流れ続けるだけっていう BGM でしたよね。そのイズのような。メロディー聞き取るのがなかなか難しい。お、あれ店かな。ずっと聞いてると頭おかしくなる。おかしくなる。あ、今うまく後方キックって泣いたな。アーケード版、戦争の総括的意味だろ。ずっと頭の中で流れるようになる。あれるように。あ、休憩できる場所ない。あれはあ、そうか、ピーって音も鳴ってましたね。ビーポン、ビーポンじゃないか。クワゴクワサト民家、そうですね、まだ。お、結構見晴らしがいい。今日結構暑くなってきました。なんか体力復活してきた。最後私は復活してないです。
投げますね。 Z3 派？ Z3 は昨日ホイール破損により、今日はどうだろう、今日今荒川走ってるのかな、今日はホイール交換して、どっちのこっちにいる限りは修理できないので交換もできないんで、昨日は Z さんはなんとか駅まで到達して帰りました。帰られました。保育園かなこれは。マロさんは、なんかマロさんちょくちょく走ってるんじゃないんでしたっけ、なんか朝日さんと、大阪の朝日さんと偶然会ったなんていう話もツイッターで流れてた。ツワノもいいですね。1回目に行った時にはツワノの街並みを知らずに通り過ぎましたよ私は。桑の里、何の会社なんだろう。もう復帰してるの？ Z さん、急に壊れたの？ Z さん、まあホイールは練習用のホイールというか、なんか重いホイールがあるらしいんで、ホイール破断の様子は、実家が、あ、そうなんでしたっけ。てか、どこで会ったっていう話だったかな。Z さん、もう泣きやんだかな。泣きやんだ。Z さんはもともと、ブルベで、もっとあの過酷な、諏訪の神さんって、あ、幸楽の神さんか。幸楽さんは、あの、なんだっけ、ジャランだったか。モールス、ああ。あ、そう、一人旅ですって、あれだ、前あの山陰のどっかで見たハイクロン A だ、ハイクロン A、 ハイオクかな、かもしれない、大道薬品のハイクロン A、 各種ビタミン、アミノ酸入り、人に頼るのはブルベ精神的に許せない系のツイートしてたね。そうそうそう、親切な人に送ってもらってものすごく助かったけど、なんか申し訳ないっていう、うん、よし、うん、大道って薬も作ってるのか。あ、トカゲか。あ、トカゲだ、でかい。大道薬品でしたっけ。おお、でかい。そこに今トカゲが隠れてます。これはカナヘビかな。カナヘビとニホントカゲは、ニホントカゲの小さいやつが青い尻尾してるってことしか知らないから区別がつかない。出てこないかな、ダメだ。今音だけでなんとなく分かりましたかね。うん、自己完結ですよね。コモド、まあ見た目はそんなに違わないと思う。しびれこまだまだ、まだ2時間以上はかかると思います。つまり3時過ぎ、途中あの昼飯食ってできれば昼寝もしようかなと思ってるんで、今から直行してもこの体調だと1時間じゃつかないだろうな。残り標高差でも300、800あれだから300切ってるか。標高差で言ったらそんな時間かかんないはずですよ。止まった。こんなとこ小学校、中学校は消されてる。きつい、坂がきつい。手前に峠あるね。手前に、あ、それがなんか富士なんとか峠ってとこですかね。一旦登って下る、あ、じゃあ下るのか、またここまで登った分は一部消費されるのか。うわ、登る登る、そういうプロフィールマップだったかな。ロボさんはどこでも寝られるの？どこでも、まあまあ大体、ん？冷蔵庫がなんて、ここで電波いいですか。キャンプ場人おじゃおじゃいるんじゃない？キャンプ場どうだろう。確かにゴールデンウィークの間、痺れこでキャンプって人もいるかもしれないですね。この辺はスマホないな。スマホない。スマホない。20メートルくらいですよ。
あ、20メートルはその下るのがですかね。じゃあ全然大したことないな。ありがとうございます。きつい。でも確かにスマホとか使ったら大気あっという間に食いつきそうですね。あれ、右に行ったらカジカ沢口か。前ネロさんとかとあの山越えて伊川湖とか、あのなんだっけ、何温泉だっけ、あそこは、まあ、静岡県側に越えたことがある時の出発地点がカジカ沢口駅。スマホそうですよね、今のやつは。昔はパソコン並みの性能は本当にノートパソコンじゃないとできなかったんですけど、最近のスマホ本当にみんながあのリッチな操作感にどんどん慣れてきてますね。10時あたりから寝落ちしてました。10時あたり、あ、だとしたらあんま進んでないです。登り始めてからもうきつくてきつくて、まあでも本当に辛い状態とにはまだ行ってないな。でも放送しながらだとある程度そのスピードが黙々と走ってる時よりは多分遅いので、そこまで限界まで辛くはならないです。一人で黙々と走ってる時、辛い時はどんどん辛くなるんで、よいしょ。頑張り、うん、ゴールデンウィーク後半が、あ、そう、今ここ今サーバーがダメらしいです。後半は5月2日からツアーの2度をして、ここ右で身延線ですね。本当にくじけてたら今のところ右回ってる。そのうちスマホにみんな入れ替わるかもね。スマホに、うん、そうですね、この2日間早まってのウォーミングアップ、まあその意味もなくはない。赤服、赤服はお伊勢さん。若者はスマホしかないよ。で、ある程度年取って老眼になるとスマホの眺めは厳しいでしょうね。あ、だからタブレットとかあるのかな。秋吉台は内陸の方だからどうかな。ちょっと日程もそんなに余裕ないんで行けないかも。それか秋吉台に行くようにして、下関まで到達するのを何とか目標とするか。秋吉台確かに見てみたくはあります。杉野さん、レトロゲームが置いてあるとこですかね。俺もスマホに機種替えする予定。私も1年以上前に iPhone にして世界変わりましたからね。リモートデスクトップアプリを使えば自宅のパソコンの画面も操作できるんで、営業とかお客さんから頻繁に電話入る人はガラケーの方がいい。頻繁に、あ、それはあので、バッテリーの持ち的にですかね。でも使いやすいのはガラケー。つまり言ったらあの普通の携帯機、あ、携帯機行きました。あの観光地で、あの自然由来の観光地じゃない、例えばその名所、なんていうのかな、史跡とか、史跡とか、あ、ありがとうございます。桂浜、あの高知の桂浜だったら行きましたけどね。高知県の桂浜にも行ったし、桂ヶ浜にも行った。桂ヶ浜広島だったっけ。松下村塾はどこですかね。また動けなくなった。錦帯橋で、いや、とても美味しかったですよ、あのソフトは。普通のソフトですけど。30分延
スマホはポケットに入れて仕事したら液晶割れた。液晶割れた。あ、そんなに壊れるもんですかね。やっぱり息がそんな乱れてないのにこんだけきつい思いしてるのは、筋肉とかその呼吸系の疲れじゃないな。ソフトクリームとは言い難かったな。疲れって、じゃあアイスクリームで。あ、高知のアイスクリームも食べましたよ、桂浜で。超名物として。角島行きます？角島は多分寄ると思います。海沿いでに行くんだったら。見た目より、いやでも味もまあ普通にあのカップで冷凍されてるタイプの。シャイニンは美味しかったですね。シャイニン巻きだったっけ、シャイニン巻きのソフトクリーム、そうアイスクリーム。あ、これ分岐点かな。あ、これだ。皆さん滑り込む向かってますね。残りが200数十メートル。そう、昨日の疲れが妙に残ってます。河原そばってどこでしょうかね。レス能力、あのコメントに答える能力だったら私は相当低いですよ。あっという間にあの聞き漏らすので、ザバザバ聞き漏らすんで。あれ、あの人たちは何になってるの。高速待ちか。あ、写真撮るの忘れた部分のところ。え、高い。やった。やっぱり高速待ちでグループで集まってから行ったんですね。今の分岐だから。配信でも、あの昨日そのユースでさっき言いました、あの午前か、一応午前か言いましたけど、ドハクの人はコンツアー持ってましたよ。河原で、その河原か。そう、ぐるぐる斧とか持って、あの持つとこ間違えると手に刺さりそうな斧、あのトゲがついた斧持って。不良、バイクイコール不良って時代もありましたね。いや、ないか、そこまで極端な結びつけなかったかな。やった。巣乗ってる人相はいない、笑。ん、巣乗ってる。ゆっくりしていってね。ゆっくり。なんで不良、わらわら、エンジン。まあでも昔あのゲームセンターも ありましたね、やっぱそういう時代。私が子供の頃ゲーセンでゼビウスとか出始めた頃は、あの小学校ではゲーセン出入り禁止でした、基本的に。だから先生がたまに巡回に来るので、それで見つかったことあったっけ。ゲーセンも不要でしたね、完全に。インベーダーゲームで、インベーダー喫茶でタバコとセットってイメージもあったな。あったな。パソコンにオールオタクってのはあんまり変わらないな。パソコン以降、そりゃそうですね、確かに。最近のバイク高いからおっさんぐらいしか乗ってない。ゼビウス高い。あ、そう、ゼビウス、それって70年代だと思います。私は70年生まれ。そんな時代、ありましたよね。私の実家のすぐ近くに。ああ、ライトつけっぱなしだった。あ、いつからつけっぱなしだった、これ。どっかのトンネルでつけたんだっけ。結構つけっぱなししてたな。近くにゲームセンターアポロという店がありまして、
で、その後はちょっと離れたところの高度感、結構登ってますね。でもまだこんだけしか登ってないんだ。大丈夫、素敵。ありましたね。あ、駄菓子屋のゲームコーナー、そんな区分が、細かい区分が。でも確かに私も2つ目に行ってたところは駄菓子屋の横だったな。おもちゃ屋さんの隣のなんか地下っぽくなったところにゼビウスとか、あそこでゼビウスのイメージしかないな、あそこでやったのは。私はそのゼビウスの頃からドルアーガぐらいまでかな、あの子のドルアーガが出た頃まで、あのドット絵にときめく子供でした。そこから先はもうだいぶドット絵というイメージがなくなってきたんで。あ、パック、ん？パックランド。アポロ、あ、ありますか、そんなに知らなかった。あ、そう、アニメとも確かに重なってはいるけど。ん？あ、かかと踏む。イーグルハンドルってなんだろう。カマキリハンドルみたいなやつですかね。ああ、勾配楽になった。しばらくこのまま行ってほしい。ドルアガ59回でタップしましょう。59回で。あれ、59はあのドルアガが出る回ですよね。で、60回でもなんか、うかつに壁壊したり。慣れ合わない。あ、ああ、セミドロップ。セミドロップってあれのことかな、なんかこう、こんな形の。カマキリハンドルももっと強弱なやつです。もっと強弱って、あ、もっとすごいのがあるのか。なんかインターネットの出現でパソコンのオタク感もだいぶ薄れてきた。オタク感も、そうですかね。性格的なところで言うと、箱崎でたむろしてたの。箱崎は通ってたけど、ん？呆然としたのはいい思い出。箱崎か、笑。箱崎とか吉塚とかあの辺りかな。また来てみた、結構登ったの？結構、そうでもないんですけど、あと、あと1時間あれば着くかな、もしかしたら。なんか昼飯食う場所見つからないまま登り続けてます。昭和レトロ情報。インターネットは今や生活インフラ。生活インフラ、そうですね。まあ、そこ頼ってない人たちもいっぱいいますけどね。僻地の方とかは、僻地とまで言わなくても年齢層的にも、例えばうちの両親なんかはインターネットは怖いというイメージを持ってる人間なんで。もう昭和がレトロと呼ばれる時代なんだな。昭和、そうですね。平成になってからもう24年か。あれ、あの川が、あれ今これどっち見てるんだ。箱崎にあった頃のだるまって言ったことありますか。だるまって何ですか。ゲーセンですか。何で飲まない。私はアルコール飲めない人間なんですよ。この枠でしびれ湖到着するの。この枠で全然つきません。少なくとも残り標高差200近くあるんで、どこまで行くんだっけ。標高800、あれ900まで行くか。平成生まれはゆとりです。900までは、あ、でも880ぐらいまで行くな。とすると、山口は日本海側で行くの？それとも日本海側のつもりでした。いや、瀬戸内海側は行ったことあるんで。ラーメン屋さん、だるま。あ、だるまはラーメン屋さん行ったことないです。だるまというラーメン屋さん知りませんでした。ここは最後に細い道入ってから下るんよ。あ、下る。ああ、なるほど。まだ残り200以上あるな。とても私の今の足は30分じゃつかない。まあ楽観的見て2時半ぐらいかな。楽観的とも違う、なんて言うんだろう。ある程度の推測とある程度の適当感を混ぜ込むと2時半ぐらい到着と出ました。標高差200で1時間普通かかんないよな。早い人だと標高差200だと10分とかそんなもんかな。10分もかからんか。ヤビツが標高差600ぐらいで、タイムどんだけでしたっけ？ 20 分台とかでしたっけ？
トップの方は、その辺りは本当に普段は興味ないんで全然知らないんですけど、衰え、まあ、あんまり走ってないですからね、そもそも普段。最近特に走ってない。そもそも鍛えることを意識して全くせずに走ってますからね。30分弱、あ、やっぱり20分台ですよね。というと、やっぱり、30分だとすると、10分で標高差200ですよね、やっぱり。うん、じゃあ、やっぱそんなもんだ。早い人はここから10分でしびれ湖まで行けるはず。雰囲気いいですよね。ですよねって来るの初めてですけどね、私は。いいですね、ここは。これはどうなってんだろう。隅島って読むんですかね、角島って書くやつ。うん、あそこも海沿いに行くんだったら寄る予定です。ただ秋吉台混ぜるんだったら、多分内陸の方通っても抜けなきゃいけないと思うんで、いや、その秋吉台の場所よく分かってないんですけどね。スーツ、いや、太もも太くなるほど漕いでないです。なるとしたら単純にそれは食いすぎですね、私の場合は。今年の夏の予定もよかったら聞かせてください。夏はですね、夏休みは、まあ7月8月ぐらい取るつもりですけど、秋田県東、30キロ、どこだっけ、東の城っていう秋田県の中の駅に前走ったことあるんで、そこから北上して、青森行って、できれば函館に渡るぐらいまでしたい。佐渡島行かないの？佐渡島、まあ一遍行ったことあります。2日半ぐらいかけて回りました。で途中で風邪ひきました。夏休みは10月以降です。10月以降。去年そうでしたからね。去年は夏の予定が秋になったような。秋に、そうです、そうです。今年は夏に行きたいな。もう特に10月とか行ったら、青森方面に行ったら寒いでしょうからね、だいぶ。どうせ10月になるにハチベリか。いや、普段はそんなに厳しい状態ではないはずです。多分。海外、アフリカあたり挑戦してほしいな。海外は、10月でしょうね。この道はいいな。体調が良ければもっといいのにな。バイクは来てたけど車ほぼ来ないですね。アフリカ、南米だとかなの、海外で世界一周してる人の放送は前見た時には、ロボさんの会社去年は震災で大変だったもんね。震災で、まあ影響はあったけど、直にスクランブル、ちょっと待った、ちょっと突然の質問でよく分かりませんでした。テントメーカー、私比べたことないんで分かんないんですよ。とりあえず荒いテントを扱ってる分には特に不満ないです。荒いテントのエアライズ2だっけ、尖閣にそこまでどうやって車が来ませんね。疲れが残っている時はお昼寝しちゃおう。うん、お昼寝本当にしたいんですけど、いい場所が見つからない。とりあえず福岡県を制覇しようぜ。福岡県で行ってない有名な峠とかあるかな。いや、いっぱいありそうだな。ここは何もないので、普段もほとんど車は通りませんよ。うん、これ往復の道、往復というか行き止まりの道ですからね。キャンプとかそういう明確な目的がないと車通らないと思います。詳細はGoogle検索で。落としました。福岡県京都郡という地名が今でもあるのかしら。京都郡、あ、それ知らないです。寝てみると、まあ、引かれる可能性もあるけど、それ以上に干からびます。そうか、スクランブル交差点、私は車道を走っているときは車道に従いますね。歩道に乗っているときには歩行者信号に従うつもり。
まあただ車が赤になっている時に歩道の方にわざわざ移動してっていうのはやることありますね、どうしても。でも基本的には車道にいる時には車信号のつもりです。宮古郡のことですね。あ、宮古郡、宮古ってあれ京都って書くんでしたっけ。宮古って一文字の宮古じゃないんでしたっけ。あ、でスクランブルってあの放射信号分離っていう意味ですよね、違うかな。お、700超えた。下車して、あ、歩いてな、それだったら完璧ですね、確かに。標高700超えたので、あと200弱。それに、うん。スクラマ、確かにそうですね。あそこは、ん？あれ墓地か。あ、車来た。スクランブルは卵が好きです。卵が好きです。卵はスクランブルが好きですになるんじゃないかな。なんか妙に綺麗な舗装で、その向こうに墓地がある。ん？何が？空気がですかね。いや、空気は全然薄くないです。標高2000超えてもまだ、自転車の速度で登っていったらあんま感じないですね、薄雲がかかってる。うん、薄雲かかってます。でもそこそこ照りつけられてます。あ、そっか、 GoPro 太陽に向けたりしたらまずいかな。だったら、うん、自転車は車両の信号に従うのが正しい。自転車は、うん、そうですね。3000メートル行かないと酸素薄くならないよ。3000、うん、でも2000、あの富士山5合目に一緒に登った人で本当に酸素が足りなくてダウンした人いましたよ。おっと、で、まあ下ったらいきなり元気になるんでびっくりします。富士山見えますか。富士山こっからは見えないんじゃないかな。しびれ湖に行っても多分あの地形だと見えないですよね。今ここは富士山の反対側にいるはずなんで、このしびれ湖がある山の反、あの富士山の反対側の方なんで多分見えないはずです。あ、また集落がある。しびれ湖に行く途中にもあるのか。お、本人にあれ、そうですか。うん、それによって違いますね。電波ダメですか。いや、でもしびれ湖に行ったらあるはず。この山のこの新緑の色分かりますかね。杉の真緑色に混じってとか、杉の真緑色が一部にあって、あとはだいたいパステルカラー。でも映像いけないのかな。え、膠原病って何ですかね。膠原病の方も知らない。これで空気がもうちょっと白くなければさらに綺麗なんだな。最後の集落かな。最後のでしょうね。そんなにたくさんあるとは思えない。で、また桜が、これ安っぽい。なんすか、その、なんでいきなり私のホイールのことディスってるんですか。この買ったばかりの前後で2万円のクロスライド UBO。 あ、来てないですか。ここで壊れたら本当面倒ですね。やっぱり担いでいくしかないんだろうけど。メイが、私荷物もあるからこれ担いで駅の、あ、でも駅までそんな離れてないか、ここだと。でもちょっと勘弁。まあホイールが
回せなくなるほどの状態になったらそうなるんでしょうけど、昨日 Z さんのあのホイールの故障を見て思ったのが、ロードのフレームってそんなにそのタイヤとの間のクリアランスがないのかってちょっとびっくりしました。この私のマウンテンバイクは泥が詰まらないようにむちゃくちゃ隙間空いてるんで、前後で2万って高いの？前後で2万どうでしょうかね。ラグもだいぶ出てきましたね。あ、ラグもなぜかディスられるホイール。そう、いきなりディスられてたんで思わず反応した。さすがに買ったばかりのこのホイールに対してその自慢しないつもりだったのに。あれ、ここ藤田？あ、藤田峠ってじゃああれか、しびれ湖の手前にあるあの出っ張りのことか。最後に下ったところがしびれ湖っていうのは。1万ちょいだからね。1万ちょい。あ、じゃあ割と高めですね。ちょっと。まあでも見た目がそんなかっこいいかって言われると、私はかっこいいさよく分かってないんですけどね。前田ひん曲がりの赤路？ひん曲がり？で、元市川大門町が今市川三里町に変わってるんですね。おお、ひん曲がりってこれを見ていくべきかな。クリアランスですよね。この変な文字列見ると見に行かなきゃいけない気がするな。でも登り返してくるのめんどくさいけど、せっかくだから行ってみよう、ひん曲がりのために。動かんな。動きませんか。おっとっと、この急斜面の集落ですね。正確ったひん曲がり、正確。ロードは 25C がギリギリになるからね。新曲がりの品のとこだけカタカナでした。トムトル。まあ、でもダメか。さらに道から離れたから電波全然ダメかな。今日は電波悪くても声だけは頑張ってるね。あ、今日これあの通常配信です。昼おにぎり買ってきたの食べようと思いながらいい場所が見つからない。ここから90メートルって書いてあったよな。うわすごいな、この辺り。ん？ディーゼルエンジン？うーん、あーでも廃屋っぽくなってるとこもあるな。うわこんな下るのか。上り返すのやだな。関東は 32C まで入るけど、島のは 25C までじゃない。 25？ ってどんくらいの細さなんだっけ。25ミリって1インチってことですかね。なんでそんな細くするのかな。本当にこっちなのかな。100m ぐらい来たんじゃないかな。うん？あれ。お昼は電波のある場所で。電波の。あれ？ひん曲がりがない。声はなんとか聞こえるけど映像はずっと止まった。映像は、ああ。ちょっと 100m 来ましたよね、多分。拡大して、うん、軽く 100m か 200m ぐらい来てる。通り過ぎてるな。どこだ。交差点の音。すいません、ひん曲がりが発見できませんでした。山口は水曜から雨続き、わらわら。水曜マジですか。それはちょっと本当に悲しいな。どう見ても 200m 来てるよな。秋吉台したいですね。ダメだ、見つからない。よいしょ、ちょっとじゃあまた道まで登ります。画像が静止なか。
電波は弱いみたいですね。どっかなんかそれらしいとこあったっけ。なんか浄水施設みたいなものがあるだけで。九州山口は空港班は天気良くないみたい。映像は無理ですが、鍾乳洞で雨宿り配信雨宿り配信。まあただ山陰、あの日本海沿いだったら、あの線路があるのでいくらでも逃げられます。銀行で。そこでも雨装備しっかりしていかなきゃダメか。放送せずに走ってもいいわけだし。あ、そうか。そしたら GoPro も防水ケースに入れてになるから給電しながら走れないな。90メートルというとこの辺りだけでないよな。あ、なんか蔵みたいなのあります。この集落の中に。ゴールデンウィークずっと天気いいんじゃなかったっけ。山口の瓦焼きってどんな味なんだろう。あ、瓦焼き山口の話だったのか。さっきおすすめっていう話があったの。きつい。あ、音は聞こえてますね。土の味じゃない。あ、瓦。ここのマンホールはなんか花火大会の絵だ。どこだったんだろうな。新曲がりの赤路。から出られないか。ああ、河原と土の味かよくわかりませんでした。わかりませんでした。当番焼きと同じようなものだろう。当番焼きでしょうね。人道涼しそうだな。河原焼きは戦の時鉄板がなかったので河原で焼いた。なんか、あ、その時代の鉄板の料理っていうのはあったんですかね。結局どこか分からなかった。沢の音がする。ん、その音しますか。河原そばだっけ。河原で焼き肉がいいな。河原で焼き肉。私は河原で芋煮会がいい。そば食だっけ。これ道じゃないよな多分。河原を食べるんと違うからわらわら。そう、河原焼いて食うわけじゃないから瓦で焼いてく。いい道。いい道は今なんか出てましたかね、映像が。ん？いや、これのことかな。でもないよな。そこで道終わってるように見えるし。調べてからかな。というわけで県道に戻ってきたので電波バッチリのはずですよ。河原違い。道なき道を行け。道が分かりませんでした。あと150メートルぐらいか。大丈夫です。ああ、結構民家続いてますね、ここは。しびれ湖の近くっていうのは意外と人が住んでる。行けるよ。ん？行ける。そろそろお眠の時間でしょ。でもなんか昼寝がもうそんなになんか
頭の芯というか体のきつさの方が上になってきたんで、あんまり眠気を感じなくなった。うん、やっぱり枠内につかなかったですね、軽く。徒歩で山に登るんですか？いや、徒歩で山はちょっと天津峠にはこの間山登りしましたね。クラゲでも泳いどるの？んクラゲ？あ、しびれ湖ですね。あの4つの尻尾がある竜が同行らしいです。どうにかこうにかどうだったりこうだったり。1人プレミアム1人がコミュニティに参加しました。一応フォーマーエリアのはずなのにな。よいしょ。昼はもう食べたの？昼間だです。もう湖ついてからしようかなと思って、虫食ってもあんまり。あれ町になった。そう、なんか住宅地ってことじゃないけど集落を通り過ぎました。湖まであと残り標高さ180ぐらいです。くず流湖ってどこでしたっけ？9つの頭の竜の湖ですよね。あとどのぐらいでしびれっこなの？時間的にはどうだろう、30分あってつく、30分でつくかな。ご飯食べないと電波戻らないんじゃ。ご飯によるのか電波が。ずっと声だけなんですよね。しびれ湖まであと3キロ、3キロで標高差130とかだとアベレージ 5% もないぐらいか。あそこでも手前にピークがあるんだ確か。ロシア人みたいな。ロシア人とはそれはさっきも言われました。全く同じ文字列じゃなかったかな。しびれんこ、来ると思います。喉乾く、冷たい方から飲むか。しびれ湖はロシア用です。おすすめの電子辞書はありますか？警笛からの道路標識が見える。冷たくてうまい。電子辞書は使ったことないです。最近なんかなんだっけ、ワンセグとかついてるんでしたっけ。なんかいろいろ機能取り込んだ電子辞書がを電車の釣り広告で見た覚えがあります。なんだっけ、ワンセグだったっけ、ネットだったかな、ネットブラウジングだったか、ワンセグだったか。一コマ音は少し途切れ気味。30分くらいでつくかな。ダメですね。この GoPro の映像を残すにしてもコメントが見ます。生放送上でやり取りがほとんどないといまいち見づらいんですよね。やっぱ成功か。だから電波が来てないところだと GoPro で撮れるとは言っても後に残るものの品質がちょっといまいち。本当はダイジェストだけ切り張りして、で音楽とか入れればまだ見られる動画になるんでしょうけどね。同じだよ。紙芝居放送です。スライドショー放送みたいなもんです。うわ、下るもったいねー。
でも涼しい。最近の電子辞書は耳の音と値段変わらん。耳の音、あ、そんな高いんでしたっけ。そもそも売れる数が減ってんのかな。ネットでもみんな調べますよね。あの、あ、そこでも辞書だから、英語の勉強するには電車の中でも使える方がいいのかな。想像で。なんか全くその光景と違うっていうのは、あ、またあのサイクル野郎の話ですけど、なんか難病の女の子と約束して、自分はいついつまでどこどこにあの走って突っ走って着くので、あの病気治るように頑張れって約束をして、でも途中で自分で事故っちゃって、自爆しちゃって、あ、来ました、自爆して、で入院したから全然進んでないけど、勝手にあの行く予定のところの状況を電話で相手に伝えたら首かしげられるっていう、そんなシーンがありましたね。しかしあの漫画の主人公は無茶しすぎ、本当に何度も死にかけてますからね。携帯アプリで辞書が売ってますからね。携帯アプリ、ああ、そういうのもあるんですか。バックボーンが違うよ。下りなのかな。バックボーン、なんか登ったり下ったりし始めました。もったいない。だから全然標高上がってない。770前後で、あ、そっか、でもそういうプロフィールマップだったな。標高グラフ見たら確か途中なんほとんど平坦になるとこがあったんだ。軽いギアでも登りは疲れるんですか。軽いギアでも、うーん、そうですね、疲れてるとびっくりするほど力が出ない。うわ、結構下る。自炊は家では全然してないです。 100% してないです。自慢できることじゃないけどしてないです。どこに泊まるの。今日は泊まらずに帰ります。もう本当に身延線の駅経由で帰るかな。よっぽど強い向かい風とかじゃないと甲府まで戻る気にならない。タイヤ大きい方が登り疲れないの。大きい方が、いやー、どうですかね。登るときにはだいたいコンディションあまり関係ないような気がしますよ。電動アシスト、ママチャリはそうですね、どんどん進化して高性能化低価格化していったらそうなるのかな。でもあの電動自転車だとポイ捨てされることは減りそうですね。モフルも全然食ってないんですよ。持ち自体も、ま、ほとんど食ってないな。てか餅に関しては、あの餅だったら何でももうイベントにしてしまい的なノリになりかねないんで、例えばのツイッターでアーツさんから、アーツさんがなんか餅関係のものを食うときには必ず写真をリツイートしてくるんですけど、私はそれに対して完全にしかとこいてます。しかとこいちゃってます。もうこのまま山口行こうよ。5月1日は本当に出社しないとやばい。スポーツサイクルはマゾの乗り物ということになるのか。スポーツサイクル、家では、ああ、本当に昼過ぎまで寝て、あとはもうろくに何もしてないですね。そう、もちろんおばさんのイメージってまあ間違いじゃないんですけど、うん、外食ばっかりなんですよ。力が出ない。力持ち、マラソン、うーん、乗り方にもよりますよね。でも一番今世間でメジャーなのは、アホ配信が、なんて。ケータリングしてるの。いや、ケータリングしてないです。ケータリングって。デスソースってのをかければ何でもパラダイス。うん、そんなこと言ってましたね。いや、知らないけど。デスソースネタで、最近アーツさんがデスソース人になってるのは知ってる。峠、いや、まだです。あと30分ぐらいかかるんじゃないかと思います、今の調子だと。君たち、動画来たらコメントしすぎ。うん、動画来たらコメントしすぎ。うん、ああ。映像が流れ始めたらってことですね。こんなに電波悪いと思わなかったな。それか規制食らってるのか。ツイッターで喧嘩、ああ、なんかあの毎週放送するべき、いや、そうじゃないっていうので口論に見えたことあったんですよね。私はその放送の頻度を下げないことに関しては何も
今意識してないので。野菜食わないとやばいですよ。意外とゆっくり下ってますね。野菜を、野菜は、またそうそう、前は自転車部で放送するっていうことに関して、アンツさんは毎週放送すべきだっていう、で私もそう言ってたんだっていうふうに言われてたんですけど、私はそういった覚えがなかったんでということがありましたけどね。でも最近ほとんど誰も放送してないからな。私自身もそもそも放送あんましてないし、まあそのレギュラー番組化するみたいな話で進めてるつもりだったのかな、あれは。放送やめるの？いや、放送やめるってわけじゃないですけど、放送自体に対しては頑張るつもりはないんですよ。義務化すると嫌になるよ。義務化するとそれもあるんですよね。放送したい内容があるときに放送するっていう感じです、私は。お、そうよ、また民家があるな。どこまでもあるな。そう、頑張るなって言い訳を最初からもうポリシーとして言ってますから。やるときは毎日でもやって、やらないときは2ヶ月放送なし。なんでもぼちぼちがいいですよね。ぼちぼちだったら続けやすいと思います。お、ここはしびれ湖です。違う、しびれです。ん？な、何がやる？ロボさんは単独で勝手にやってもらった方が面白いです。単独、あ、でも自転車部で、初心者をできるだけ集めたポタリングっていうのも本当に、そう、私は自分がやってることに関してのエヴァンジリストにはなりたいと思ってます。みんな私と同じことやれっていう気はあるんですけどね。しびれです。これしびれんじゃなくてしびれですよね。かすかに振り仮名打ってあるで、しびれっこガガだけ。エヴァンゲリオンのエヴァン、あれなんて言うんだろう、エヴァンジリストっていう言い方は昔からあったんですよ。福音を伝えるみたいな意味で、テクノロジーエヴァンジリストっていう肩書きも確かあったかな。その技術を人に伝えるための伝道師みたいな感じで、でそういう意味があってアニメのタイトルだと思うんですよ。ミッション、また登ってる。残り標高差100だけど、まだまだあるな。うわ、あそこの家かっこいい。うわ、409号線ですか。409、あ、これですか、今この道が。これ県道ですよね、確か。あれ、お堂かな。運があると、っていうのはなんだっけ。上がりしか見えない。上りしか見えないですね。峠好きです。景色とか、あと周りが静かんで、静かさに耳圧迫されるような感じとか、そういうのが好きですね。あ、行ってらっしゃい。でこういうところにいると妙な満足感があるんですよ。満足感っていうのかな、なんていうのかな、なんか嬉しい。箱根峠、あそこ車多くてあまり好きじゃないんですよ。多分30分ぐらいで着くと思います。箱根峠、あそこ車が多くてですね、特に国道1号線沿いは。僕も自転車のブークリップをつけたいです。私はこういう山、車も来ないような山に来るのが好きです。は小鳥のさえずり、いいところや。あ、しびれとしびれ、そういうことが逆っていうのは、やった。またギアを落として、あそこはやっぱりなんかお堂みたいな感じですね。墓地が裏にあって、遅咲きの、桜結構咲いてます。さっきも桜吹雪の中通ってきたし、動物出てこないですか。動物はそうですね、こ
あんまり今回見てない。よいしょ。ロードレーサーには真似できないギア比で今走っています。そんな低いギアないんで。あ、今出ますね。ロコタの黒いの、これはただの、あ、尻尾切れた、尻尾切れた短いトカゲが。田舎好き、結構そうだと思います。シオレンコか。トカゲが、トカゲが、短いトカゲだ。あんまり走らすと消耗して死んでしまいそうだからやめとこう。短いトカゲが走るのもなんか可愛いな。尻尾切れたやつがいました。出産ラッシュ、え、本当にあれ、じゃあ、あの、本当にあれ妊娠してたんですかね。で、GoPro が今なんて、GoPro でケツ痛くないですかって聞こえたけど、そうじゃないですよね。今 GoPro はケースに入れずに、ヘルメットにつけた、トカゲ投げた、トカゲ愛好家から。いや、十分走らせましたけどね。そう、猫にもトカゲにも分け隔てなく。頸椎、あ、首にってことですかね。そう、できるだけあの軽い状態にして乗せてるんで、今重心の上にあるせいか、あとヘルメットのホールド力が上がったせいか、割と意識せずにマウントできてます。頭振ってもなんかそんなに振り回されないんですよね。ん、何周辺を、阿蘇ですか。阿蘇は確かにすごい景色ですよね。いや、雨だったら多分走らないと思います。大雨は無理。さて、けんちんうどんでも食べるか。けんちんうどん。阿蘇さんは、阿蘇さん自体に行ったことは1回しかないんですけど、もう10年ぐらい前かな。あの景色はすごいですよね。阿蘇さんはなんかできたばっかりなのか、ギザギザした山と、あとやたら削れて丸い山がある。身体と。でも GoPro 確かにあの意識せずに走れるようになってますよ。慣れもあるけど、やっぱヘルメットが大きめなので、大きく頭にかぶってるんで、振り回されにくいっていうのが大きいと思います。うん、梅観光地。しかし私、歩きの観光ほとんどしたことないんですよね。自転車で現地に行くこと以外やったことない。冷たいお茶美味しい。でもなんかこの麦茶あんまり麦茶らしくないな。香ばしい香りがあまりしない。あのロース、あれ？ミニストップか。ミニストップの1リットル紙パックの麦茶。でも美味しいな。で、麦茶には何でしたっけ？麦茶には、炭水化物が入ってるから太るとかいう話でしたっけ？まだ覚えてる、昨日言われたこと。水まし、あ、麦茶のことかな。もう少し。今800超えたから。カロリーどうですかね。カロリー表示のところに数字出てるのかな。炭水化物、わらわら、ほとんど入ってないでしょ。ほとんど、まあ麦茶、麦だしな。ギザギザは、何が。本当はなんか家で作ってくるのが一番エコなんでしょうけどね。冷蔵庫稼働してないからな。ロボさんのためのお装か。ミネラル麦茶。あ、この黒いやつですね。これはなんかひびが入ったかなんかで舗装し直したんでしょうかね。麦から。山水、あ、山水か。あ、電波、これしびれ湖の電波エリアの中に入ってきたのかな。あのフォーマのエリア地図で見ると、しびれ湖だけ丸くあのエリアがあるんですよ。はあ、うわ、まだあの先まである。でももう少しだ。水道管、ああ、プロバイダー、今これフォーマのやつはモペラ使ってます。はあ、はあ、FM エリアやってみますかね。休憩があったらやってみるか。休憩したばっかりだな。湖の、何でしたっけ今。
じゃあちょっと FML 試してみますね。一旦音と映像止まります。踏むれお願いします。速攻に落ちないでね。速攻に落ちないでしますってどういう話なんだ。あ、これか。鍵のさえずりが良いね。あ、ですね。ちょっと今虫が頭の周り回っててうるさいけど、これ今のはコマ重視、今の音質重視。ああ、ダメだな。ちょ、こっちでも。フルメってアドビのソフトか。うん、アドビのやつですって。聞こえてないんだった。接続し直し。速攻に速攻で落ちる。落ちる。放送見ているが気のせいかな、食事まだのような気がするが。食事まだです。アドビは高いかあるな。ん？高いかある。見ようとしてコーナリングするよ。ん？ああ、見そうだし。無事に踏むれになりますように。ナムナム。2632速攻 NG 登録。あ、行った。おや、行きましたね、はい、おお。あれ行ったな。なんで？今実は配信ツールの方をつなぎ直したんですよ、もう一遍放送に。あれ、放送ツールの方で、配信ツールの方でつなぎ直すと改善するのかな。どうなんだ。音はちょっと品質落ちると思いますけどね。だいぶ低ビットレートにしてるんで。おお、どうですか、そこの山とか。さっきも言いましたけど、このパステルカラー、ほぼ杉の緑色が入ってないですね、この辺りは。もう9割以上、普通の植生。パステルカラー。ところどころ山桜のピンク色があって、あとは黄緑色か、なんか白っぽい茶色っていうのかな。うん。これ秋にはもっと鮮やかですけどね。画像が綺麗ですね。よし。新芽の色。そう、新緑ですね。タンタンがいいね。ん？タンタン。濃淡っていうか全部淡い色だからか。16対9にしてない意味とかありますか。16対9、ああ、なんか上下カットすると私のマシンだとマシンパワー足らなかったような。できたっけ。目に優しいわ。どっちしろこれ横512とかの設定にするとマシンパワーが足りなかったと思います。試したんだったかな、どうだったっけ。眠れ言うてよかった、うん、わら。フェフェリーありがとうございます。ツール側で再接続っていうのを聞いたのかな、今。よく見たら、配信ツールで、FML に渡すための URL とかが、グレーアウトされてたんで、つなぎ直しが必要なのかなと思って。うん、膝先は強いです。と思ってたのが、また、だいぶ、出てきたな。湖は、もうちょいですよね。この左手のこの山をぐるっと回り込んだら湖。でもこれ電波がないと音まで切れちゃうんで使いどころ難しいです。 FMLE もなんかビットレートを自動的に帯域に合わせて調整するような機能があるといいんですけどね。峠過ぎてんのかい。峠まだ、さっきまでもうちょい。まあ、盆地というか山頂の窪地で、カルデラ湖って言われてましたっけ。登山のそんな素晴らしい自然にいたのか。風では突然切れたりするよね。午後なのか。 FMLはそうですね、帯域足りなくなったら音も映像も止まってしまうイメージです。でもタイムシフトで見ると後でバッファ全部送ってるせいか、あ、 FMLできるようになりました。なぜか理由はよくわかりませんが、でこのスピードもわかりますよね。ん？アクセス感？感？あと標高差40ぐらいかな。最後は急だな。プロフィールマップの通り。電波増幅って違法なんじゃないんでしたっけ？
確かに受信効率上げたいというのはありますけどね。何の風？ブースター。テレビのブースターとか売ってますよ、アンテナの。受信はともかく送信側、つまり発電波を送る側として強くしてまずいんじゃないですかね。何が？かも。許しなんですかね。スマホが、なんか最近政府のせいだみたいなの、代わりスマホのせいという文字列がやれてるような気もする。許してほしいですね。やっていいんだったら私もやりたいですけどね。ブースターってどうやってくるの？ブースター単にアンテナをでかくするイメージですけど、私は孫のせいか。孫社長のことか。会長だっけ？もうちょっと、もうちょっとだけど、もう一遍休憩。ガラケーだとだいぶアンテナとか使えたんだけど、ね、もうすぐそこのはず。ガラケー、昔の携帯だとできるんでしたっけ？普通にやっていいんでしたっけ？なんか足の、なんていうのかな、疲れた後の、疲れた後に足の力抜くと、心地よい痛みみたいなのがありますよね。なんていうか、ちょっとなんていうのかな、歯を噛みしめたくなる心地よさの痛みというか、これに対応する言葉ってないのかな。バッテリー、なるほど。あ、もうすでにその痛みが来てる。これ家に帰ってから感じるぐらいの痛いっていうのかな。電波もうダメですか？せっかく FMA にしたのに。でも多分しびれ湖に入ったらまた良くなると思います。もうバイクとすれ違ったの忘れたのか。ロボさんは頑張りません。バイクすれ違ったのが何でしたっけ？2台登ってきましたよね。お茶杯水晶なんだよな。足の力を抜くと倒れます。僕抜くと倒れる。完全抜くとそうですね。最後の直線登り、ヤマトで。なんで？なぜヤマト？乳酸の痛みともちょっと違うんですよね。なんていうのかな、筋肉痛の痛みじゃなくて、難しいな。かゆい痛い感じ。プトプト。でも心地よい。あ、蛇が死んでる。蛇だった平たいものが。そういう心地よさの痛みってないですかね。表現難しい。やった。マウンテンバイクのギアが残り一つしかない。消費者の何？自転車配信してる人って今が多いよね。10秒飛ぶと1秒だぞ。どうかな。ちょっと湖に抜けるまでお待ちください。自転車は自分の体を締めてなんぼだから基本 M ですを。笑。 M なの？ね、 M なの？ M なの。短い点火だった。よし、もうすぐ。あれ、まだあるな。さあ、通配信に変えましょう。いや、しびれ湖に入ったら電波良くなるはず。トマトが見えたね。まだピーク見えない。そこか、あれか。フォンとかもっとやればいいよ。フォン、無線のやつかな。あれもなんかただ乗りがどうこうみたいな話があるんじゃなかったっけ。
れまだつかない。四国の遍路はないです。私はあの湖畔って書いてある、湖畔市支局かな。光回線が来てても圏外とかあんだろ。意外と最後あるな。30分延長しました。投稿線見る限りはもうピークに来てるのに。でもちょうど2時ぐらい着いたか、3時までならなかったな。地上のバッテラー、出力が USB だけなのが惜しい。USB5 バッテリーか。それだとノートパソコンは動かせないですね。あ、車が見える。精神が、ああ人がいる。そして車が、初めて見た登る車。歩くのあとは疲れないですよね。龍雲荘専用駐車場。あ、こんな車来てんのか。駐車場にいっぱい車います。ガガ岳登山専用駐車場か。登山しないやつは使っちゃいけないっていう。これ自転車で行かない方がいいのかな。やった、あ着いた。崩せない。今ここないとどこにいるのかわからん。ここでもおにぎり食える場所がない。ちょっとソリアゾウちゃうんで。ガハタケじゃなくてヒルガタケなのか、あれあれでヒルって読むんだっけ。あれ蝶とかガンのガですよね。って今言ってないか。あれさて、じゃあ行ってみるか。うわ、足がなんかちょっとガクガクしてる。放送時間が残り1時間を切りました、よいしょ、1時間、まだつかない、わら。もうほぼついてます。やっぱりキャンプ場か。さてご飯作るか。ご飯、私おにぎり食います。よいしょ。ひらがなでしびれ子って書いてあるのがあるな。1時間って6時間制限のことか。この柵内が専用のキャンプ場か。ああボートとかもあるんですね。結構観光地だ。思ったよりも観光地だ。でもちょうど桜が咲いてていいな。
なんか店っぽいのもありますよ。だったらこっちで食ってもよかったかな。ロボさんのハーハー聞き始めて4年くらいになるのかな、うん、4年。そこの机とテーブルは、机とテーブルは台と椅子はこれはフリーで使っていいもんじゃないんだろうな、きっと。単車バイク自転車ここへ止めてください。よいしょ。なんでかな、電波ここあるはずなのに。キャンプ場っぽい雰囲気。あ、今来てますか。ちょっと止まってるんじゃないのか。よっ、ポタファイの外部バッテリー切れた。ああ切れて、あれ切れてない。なのに給電できてない。これは熱かな。風鈴だと。ん？やった。風鈴？結構休憩できる場所あるな。 OK。 上り速度が、ダメですね。通常配信しますか。50、40、うん、じゃあ通常配信でこれの方がいいかな。上り121、あれ全然ダメだ。ポタファイの再接続をしてみますと。ポタファイの再接続をしてみます。テーブル確保。ワンワンを。電波目で見てみたい。目で見てみたいです。でもそこら中うるさいんじゃないかな。見えますか人。バリさんだし。じゃあちょっと再接続してみますね。つながれ、すぐつながれ。どうだ。どうだ。上り速度が、あ、128。60、あんまりわからないな。上り速度、上がった。これだったら FM エリアいけるかな。今これできましたよね。そうだ、リロードお願いしないと。リロードお願いますと。リロード願います。みんな配信中。配信中。来たよ、いけそう。うわ。顎を拭ったらすごい塩が出てる。うわ、紙芝居。いや、上り速度出てるんで、これだったら FM エリアでかなりいける。ちょっと FM エリアに切り替えます。更新で動いた。 OK。 じゃあ、はい。うわ、